はい、こんにちは。ハンガーですけども、これを使わない都道府県があります。なぞなぞパクリですけど、答えは最後。慶応経済の問題なんですけども、8の x 乗引く 3a×4 の x 乗足す 4a が0と、の実数解の個数を求めてくださいって言うんですけど、これ実際の問題は、a は正ですよっていう設定をしてくれてたんですけど、別にそんな親切なことしないで、実数だけにして全部ちゃんと場合分けさせた方がいいんじゃないなというふうに思ったんで、ここでは単に A は実数なんで、A が正なのか負なのかっていう場合分けも、まあ必要になってくるかなという感じでやってみたいと思います。で、まあこれはもう見るからに2の X 乗を T と置きたくなる、ならない人はもう知りませんと。なるでしょうと。そしたらまあ、で、しかもまあもちろんこれは2の X 乗なんで、絶対に負になることも、負になることないですと。0にもならないと。で、そうすれば、左辺は F カッコ T と置いて、まあ T の3次関数になりますよね。左辺は。で、マイナス 3AT の2乗、足す 4A と。で、まあこれで、T が正の範囲において、解が、まあ解だっていうか、まあこの3次関数が T 軸とどう交わるかっていうことを考えればいいんですけども、まあいつかまあこれ定数だから分離する、何でもかんでも分離すりゃいいってもんじゃないような気がするんで、まあ分離しちゃったら結局 t の分数関数になってめんどくさそうなんで、分数関数微分したりするの、まあこれぐらいだったら定数分離しない方がいいかなっていう気はします。っていうのも、しかもこれ微分すると f't は 3t 次乗マイナス 6at になるんで、これがまあ因数分解がきれいにできると、 t-2a と。っていうことは、極値も0と 2a。だ、極大値、極小値は0の時と 2a の時だから、まあ計算もしやすそうという感じなんで、まあ定数は分離しない方がいいと私は思います。した方がいいかどうかはわかりませんけど。で、そしたら、まず極値が0と 2a で極値を持つ。で、やはり最初に言ったように a が正なのか負かによって、極大値と極小値、こっちの時が極大なのか、極小なのかは A の正負によって変わってくるし、 Y 切片って言っていいのか、まあ、切片、この縦軸の切片が 4A なんで、それが正なのか負なのか、 A が正だったら、まあでしかもまあ極値、あ、 A が正だったらこっちが極小ですね。でこっちが極大だから、まあこんなような図になるのかなと。 2A と0と、ここがいいですか、 4A と。で、A が負だったら、極大値が 2A の、こっちが負なんで。そしたら、まあ別にここで交わることがわかりませんけど、で、これで、上、ちゃう、0の時0じゃねえ。0の時はマイナス負だから、こうですね。ここが 4A。A が負だったらと。そしたら、A が負だったら、必ず解は1個ある。負に解、負で交わってももう、しょうがないんで、t は0よりでかいんで。じゃあそんな感じなんで、a が正か負かと、まあもちろんあと0か。で、場合分けすればいいのかなと。いう感じで丁寧に場合分けしていきましょうと。ということで、じゃあまあちっちゃい順に、a が負だったらと。a が負だったら、まずそもそも、まあ、増減表は、2a が0よりちっちゃいですと。まあこういう話になるんで、で、まあ上がって、下がって、上がってなんで、で、まあ、切片が負だから、下ということは、0の時に極小で 4a。a が負の時。で、極大値を取るのが 2a の時ですけども、それは別にもう、上に行こうが、こうだろうが、こうだろうが、もう別に負の部分で交わっても交わらなくても、もうそもそも、0よりでかい解じゃなければ意味がないんで、解にならないんで、もう、ここで交わろうと交わる前と、ここで一箇所は必ず交わるということで、A が負だったら、まあ、解は一つと。じゃあ次に A が、まあ、じゃあ一応、0の時か。A が0の時。まあ、これはもう簡単な元の式に入れちゃうが一番簡単だね。8の X 乗イコール0と。これはありえないと。解なし。A イコール0の時は、解は0個と。で、A が正の時は、今度は、こっちが極大で、こっちが極小ですね。
2A の時に曲小で0の時に曲第一が 4A とこうなると、そうなるとこことこうだったら0個だし、こう来てこうだったら2個ということは、曲小値が正なのか、あともちろんこうぴったり接するとき、こうぴったり接する瞬間、接するときの、まあ3種類、浮いちゃってたら解は負の部分があってもしょうがないんで0、これだったら0個だし、これだったら2個だし、これだったら1個という、F カッコ 2A の正負によって変わってくると、 F カッコ 2A が正だったら、浮いちゃってたら0個と、 F カッコ 2A が0だったらぴったり接して1個と、で F カッコ 2A が負だったら2個と、2箇所で交わるということで、これで分類していくと、F カッコ 2A、 もう左辺は全部同じなんで、入れちゃうだけ、 8A の3乗マイナス2人が4だから下に12、 12A 3乗プラス 4A とはマイナス 4A 3乗プラス 4A なんで、マイナス 4A で含ってやれば A 次乗マイナス1と。で今ここでは A は正の前提で話してるんで、この部分はもうですから負です、マイナス 4A マイナス。じゃあ、まず正になるためには、正になるときは A 次乗、これはじゃあこの場合っていうのは A 次乗マイナス1、この部分が負だったらマイナスマイナスで正になると。ということはこれが負だから A がマイナス1から1の間。だけど今 A が正の前提で話してるんで、 A が0から1の時は解はありませんということ。で、まあ、ですからこれイコール0。なんで A、この場合はですから、この場合はA が0かプラスマイナス1なんですが、やはり A が正の時の話してるんで、 A が1の時だけですね、0とマイナスは含まない、 A が1の時はこの状態なんで1個と。で、この場合じゃあ消しちゃってみます。この場合っていうのは、これはもう負になってるんで、 A 次乗マイナス1が負だったら正だった、 A 次乗マイナス1が正、これが正だったらマイナスになると2個ですよ、だから A が1よりでかいか A がマイナス1よりもちっちゃいかですが、今何度も言うように A が正の場合を話してるんで、この場合は2個ありますと。ということで、まあまとめると、負の時が1個、0の時は0で、0から1の間の時も0個で、1の時で1個で、1よりもでかければ2個というふうになりますと。じゃあ、ハンガーを使わない都道府県は福岡県、福岡県。ありがとうございました。